この動画では経絡経血の学習用に要点を簡単にまとめたものとして配信しております。第4回目も導入部として経絡経血を覚えるときのお約束についてお話しさせていただきたいと思います。今回は骨の法について進めていきます。 最後にまた4択問題を数問を紹介したいと思います人は個体ごとに差があります太っている人や痩せている人身長の工程年齢性別など様々です同様に頸脈の長さや頸血の場所も差があります 個体差ののあるる位置を決定するために骨格を基準として寸度を定めたものを骨度と言いますこの骨度を用いて骨結の位置を決定する方法を骨度法と言います稽結部位の基本となっているのは中国の最古の医学書である皇帝大形のうちの例数の骨度編が元になっているそうです歴史を経て 現在の経血部位は WHO で定義されていてこの骨の法にも定義がありますまず骨の法とは特定の2つの関節間の長さを等分する方法で等分された各部は1寸に相当1尺は10寸1寸は10部とすると定められています次に同心寸法についてお話しします体で持って 体を測ると申しましまょうか。厳密ではありませんが簡単に測るための定規代わりです1寸は母子第1節の横幅または母子と中子の主頭を合わせて輪を作り中子の頭足にできる黄門の端を結ぶ間2寸は自子中子薬子の第1節を合わせた幅3寸は自子から小子までを合わせその中節を横の幅 これが目安になっております。基本骨度です。別の動画でやりました。代表指標と合わせて見ていくと分かりやすいと思いますので、そちらもご覧ください。まず頭部です。両側の額骨の発腮間は9寸です。前発腮中点から眉間は3寸です。 歳中点から高8歳中点は12寸1尺2寸です。両乳幼突起管は9寸です。続いて胸部腹部です。両乳頭管は8寸形折根から胸骨体下端、9寸胸骨体下端から最中央8寸。 左位中央から恥骨結合助演5寸続いて上背部です左右の健康局内胆縁の間は6寸上肢です液化黄門前端、または後端から中華9寸中華から主関節大門12寸一尺二寸中脂腺から主関節大門8.5寸 8寸5分です。下肢です。恥骨結合上縁から、室外骨上縁。十八寸、一尺八寸。頸骨内側下下炎から、室外骨線。二寸。頸骨内側下下炎から内下線。十三寸、一尺三寸。室外骨線から内下線。十五寸、一尺五寸。大天使から失下。十九寸、一尺九寸。 失火から外架線16寸1尺6寸です。歌詞の裏側です。電光から失火、14寸1尺4寸失火から内架線15寸1尺5寸失火から外架線16寸1尺6寸内架線から測定3寸内架線から測定2寸です。 ここで大切なのは内下線と外下線の位置が違うということです。確認しておきましょう側歯線からかかと12寸1尺2寸です余談ですが足のサイズと前腕の長さっておおよそ皆同じなんですキャしてみてください <music> では4択問問題を、数問を紹介したいいと思います。同心寸法で正しいのはどれか1中止・中節の背側の長さを1寸五分とする2自死から薬師までの横幅を3寸とする3母子末節の長さを1寸とする4自死から小子までの横幅を4寸とする 正解は三番です。骨土法で胸骨下端から最後までの長さはどれか。一九寸。二八寸。三七寸。四六寸。正解は二番です。 骨土法で、電工から、湿化までの長さはどれか。一、一尺二寸。二、一尺四寸。三、一尺八寸。四、二尺。正解は、二番です。骨土法で、八寸はどれか。 1>, 1・全8歳・学科区間2・駅か・往門全般から中下・往門まで3・憲法・外観から中等まで4・胸骨帯・下端から際まで正解は4番です。 骨度で最も短いのはどれか。1「恥骨結合」「上縁から室外骨」「上縁」「2」「室外骨線から内下線」「3」「大天使」「頂点」から「疾下」「4」「電光の中央から「疾下」正解は4番です。 骨土法で胸骨帯下端から恥骨結合上際までの長さはどれか。一、九寸。二、十一寸。三、十三寸。四、十五寸。正解は三番です。 骨土法で足の長さと同じなのはどれか。一、肩峰外端から中頭まで。二、前八歳から後八歳まで。三、胸骨大下段から鎖まで。四、頸骨内側下の火災から内下まで。正解は二番です。 いかがでしたでししたょう。4回目の導入の部分といたしまして骨土法についてお話しさせていただきました骨土法は臨床に欠かせません癖になるくらい身につけましょうゆっくりじっくり覚えていってください